山中湖、はい、富士山がね、本当目と鼻の先にあるけど、近いようで遠い存在だったから、実家からも見えるんだけど、先っぽの方しか見えてなくて、富士山って山の上にまた山があるのかなと思ったら、近くに来てみたらね、でかい富士山がね、あるとは。今こう富士山の話したら本当風も強くなってきて、これはね、富士山の神様が喜んでんじゃないかなと思うんだけど、うん、グレートな存在って感じかな、富士山は。まあ俺はこのベルトを持つ限りは新日本一ということで間違いないでしょ。俺ね、ほんとね、変わった性格なのかもしれないけど、燃え尽き症候群って言葉がないんだよね。例えば試合に負けても勝ってね、こうベルトを奪取しても、あー、このままじゃまだまだダメだなって思えるから、はっきり言って現時点でてっぺんではないよね。まだほんと富士山で言えば車で行ける5合目ぐらいじゃないかな。てっぺんはまだ先にあるよ。なんかその結果だけじゃなく、自分自身がこうイメージする理想のプロレスラーっていうのがあるから、そこには俺まだ程遠いなと思ってる。だからやりがいがあるし、うん、プロレスラーってね、まあ日本全国にも多分1000人以上いると思うけど、新日本のレスラーですら 1.4 のメインっていうのはね、遠いね存在だと思うから、そこにたどり着いたってことはやっぱ感慨深いところはあるよね。なんかのベルトを取りたい、トーナメント優勝したいとかよりも、やっぱ 1.4 のメインに出れるってことはすごいことだと思うよね。だって俺なんかもう10年以上前から見に行ってるんだから、会場で。そこに王者として出れるってことは本当もう願ったり叶ったりの状況だしね。まさに最強、最高の舞台。どうなのかね、その辺は。このベルトをかけて、ね、大阪ではタイトルマッチやったけど、IWGP 戦とはまた違ったね。東京ドーム用の岡田和親が来るのか。うん。まあ俺どうせ来るならね、岡田がもう何の言い訳もできないような、うん、最高の状態で来てほしいなと、うん。そこは別に恐れるものはないよ。うん、むしろ楽しみにしてる、俺は。1.4 の東京ドームのメインで、IWGP 戦で岡田から勝つ。ああ、最高じゃない。最高の勲章だよね、それは。まあ、自分のポリシーとしては、やっぱ今しかできないことを胸いっぱいやりたいっていう精神でやってるから、うん。あ、挑戦してダメだった。ああ、じゃあもう、またチャンス来るの待とうじゃなく、うん。チャンスっていうのはやっぱ奪っていかなきゃいけないからね。正直、その、ドンタクでオスプレイに負けて、すぐにまた俺が出てた時に、ね、ファンからもそういう声がね、届いたよ、俺にも。高木もういいよ、と。さすがに俺もだから6月の IWGP 戦で負けたら下がってたと思うけど、あ、俺にも手が届きそうだと。届くんじゃないかじゃなくて、届きそうだって思ったから、確信があったから、だからあそこでは引くことができなかったね。うん。大敗もしてるし、ねえ。大勝利もしてるし、うん、プロレスっぽいよね、本当に。うん、どっちかって言ったら俺は負けた試合の方が印象残ってるんだけど、でも大事なのってやっぱ、勝ち続けることよりも、負けてからどう立ち上がるかっていうね、このまま引いてたまるかっていうね、気持ちで。うん。でもその大きい負けがあったからこそ、今のこの結果があると思ってるけどね。最初は、まあ、オスプレイに対しても、岡田に対してもね、ふざけんなよ、お前らと。思ったけど、逆に、まあ言ってみたら、偽物が出るってことは、それだけ、この本物の価値が上がってるってことだよね。うん、言ってみたら。逆にそう取ったよ、俺は。うん、偽物が出るだけ、本物っていうのはすごい価値があるんだよって。そうじゃない、普通に。うん。類似品とかいっぱいあるわけじゃない。オスプレイがこれが本物だ、とかね。まあ岡田が先代のベルト持ってきたりとか。あ、だから逆に俺は、今更、まあ怒りがちょっと収まってきた中で、ああ、ってことはこれが一番価値あるんだなっていう、うん、重みを感じたよね、さらに。偽物が増えれば増えるほど、本物の価値がね、勝手に上がってくれるよ。イコール、俺の価値も上がってくれるってことだよね。うん、俺も、ねえ、ジャイアンニズムだなんだ言われて、ねえ、言われたけど、今回ばかりは、いや、俺が一番まともなこと言ってんじゃねえかなと思って。うん。だから、このベルト問題、1.4 も 1.5 もね、うん、俺が勝ち抜かなきゃこう話がまとまんないなと。うん、本当、コロナの影響もあって混沌としてる世の中だけど、はっきり言ってこの新日本プロレスも、
うん、今の状況って瞑想してると思うんだよね。でこの瞑想を、ね、2022年綺麗に進むには俺が勝ち残らなきゃいけないなと。これでやっぱ新日本プロレスだけじゃなくやっぱプロレス界にも影響することだと思うから、新日本プロレスが何やってんだよ、ベルトが2個も3個もあってどうなってんのって、うん、そういう状況良くないから、うん、別にこれは俺自身がっていうより新日本プロレスがっていうよりやっぱプロレスが舐められるのが嫌だから俺、やっぱプロレスすげえな、プロレスってやっぱすごいことしてるんだなっていう思わせたいんで、一レスラーとしてね、そのためにやっぱこれを綺麗に強引にでも俺が片付けたいよね、この問題は。とりあえず俺が募集だよ、募集するよ、うん、先代の IWGP ヘビーもね、偽造のオスプレイが持ってる世界ヘビーも俺が募集するよ。会社に管理しとくとまたこういうことが起こるから俺が管理するよ。肉体的にはしんどいと思うけど、うん、逆にその 1.4 のね、感情のままに 1.5、 うん、いけたら俺は一気にいけると思うんだよね。これだけなんか、なんだろう、不利な状況ってないけど、でもここは俺が逆に 1.5 で待ってて、で 1.4 の勝者とやって勝ったって言ったらなんかちょっと違うなと思って、うん、俺はこの順番でいいなと思って、うん、間違いなく、まあ、プロ人生18年の中で、うん、一番の少年馬だよね。ここを乗り切るか乗り切らないかで、この後の俺の、まあ、言ってみたら40代あるいは50代のプロ人生が変わってくるよね。この不利な状況が俺らしいし、俺が一番美味しいじゃない。うん、オスプレイもほら海外で試合してるけど日本でそこまで激しい試合してないから、うん、それなりのブランクがあると思うよ俺は。日本のリングの感覚とかもつかめてないと思うし、うん、あいつが4ヶ月間休んでなんか俺はまあいろんなことがありながらも戦い続けてきたしね、俺は差が出ると思うよリング上で。うん、だから俺が言ってきた、うん、リング上っていうのはやっぱ弱肉強食、勝者が正義で勝者が歴史を作るという、うん、この2021年に関しては、まあ、このベルトができたばかりだけど多分今のところ IWGP 世界ヘビーのイメージって高木慎吾は独占してると思うんだよね。うん、それをさらに強めるには2022年の 1.4、1.5 を連覇するしかないという。50周年そこに高木慎吾いいじゃない、50周年の節目に俺が記録的なね結果を残せばこの後100年、150年、200年、300年と歴史的な人物になるわけよ、プロレス界にとって。最高に美味しいね。まあ新日本プロレスはもちろん、もうプロレス界全体見てるか俺は。2022年 1.4、1.5 を勝ち抜いてこの先の歴史は俺が作っていくよ、このベルトとともに。本当長くやってみるもんだよねプロレスって。まあ、2021年に関して言えば俺もこの日本一の富士山のようにプロレス界の頂点だったわけだから、2022年も我が道を爆進していくよ。